ご視聴ありがとうございます。トロピ大塚です。今回はマジックの赤のベストカード5選ということで、人気と強さを加味しつつ、まあ、独断と偏見でまた選んでいきたいと思います。まあ、赤は炎と感情の色である。まあ、衝動や破壊とか混沌とか、そんな感じの色が赤の色になります。ということで早速いってみましょう。赤のベストカードのトップバッターは信仰なき物あさりです。2枚引いて2枚捨てる。昔は青に入念な研究という同じ効果のカードがあったんですけれども、こちらはフラッシュバックという効果がついていて、3マナで墓地からもう1回使えるという効果になってます。まあ、実はね、赤の手札交換カードで引いた後選んで捨てられるカードは闇の流星で収録されたこれが初めてです。今までは全部捨ててから引いたりとか、あとは引いてからランダムに捨てるといったものだけでした。まあ、純粋に使うと手札が1枚減ってしまうんですけれども、そのデメリットは墓地で効果を発揮するものを捨ててしまえばないも同然。例えば発掘を持つカードを捨てたり、強力なクリーチャーを捨ててから釣り上げたりと、まあ、モダンではドレッジや法案、ジェットフェニックスなどありとあらゆる墓地を活用するデッキで採用されるほどの超強力カードです。単体ではあまり強さが分かりませんが、あらゆる墓地シナジーで戦うデッキのキーパースであり、使い勝手が良く強力なデッキのエンジンの役割を果たしているカードです。続いてはホイール・オブ・フォーチュン。各プレイヤーは全ての手札を捨てセブンドロー。もちろん相手も引かせてしまうんで使うタイミングは重要なんですけれども、赤は高速なデッキが多くて普通のデッキよりも早く手札を消費できる色です。相手の準備が整っていないうちにクリーチャーや火力を全展開して、まあ、なくなってしまった手札をたった3マナで補充。そんなカードが弱いわけないですね。レガシーでは当然禁止に指定されていて、現在は他人数戦の統率者戦で数少ない赤のドロー手段として使われています。ガチなプレイヤーと遊ぶと先行山、マルクの墓所からのホイールフォーチュンで何もしてないのに強制マリガンになんてこともよくあります。そして続いてはゴブリン諜報兵。まあ、レガシーでも禁止されているこのカード、最近のプレイヤーはあまり馴染みがないカードかもしれません。ゴブリンカードを好きなだけ探して積み込むこのカード、まあ、出た当初は大したゴブリンいなかったんですけれども、その後オンスロートブロックでゴブリンが大量に収録されると評価は激変。現在のレガシーで使えるようになれば、マレーキの役便でゴブリン諜報兵を出して一番上にゴブリンの守護者を置いて、残りはゴブリンを好きなだけ積んでいきます。そうすれば次引いたゴブリンの守護者でさらに4枚のゴブリンが手に入り、その中にさらなるゴブリンの守護者を積めばまたまた4枚手に入りと、1枚でめちゃくちゃなアドバンテージを得ることになります。またゴブリンの放火砲と諜報兵を合わせることで20枚以上ゴブリンを積み込めば即死コンボもお手軽に完成と。作った当初は大したことなくてもちゃんと考えないと後々ヤバいカードになってしまうというね、まあ、ウィザーズにとって教訓となったカードでした。続いては若きグレンジ術師。まあ、各色最強の2マナクリーチャーとして、白は石火事の神秘化、青は春章の魔導士、黒は闇の苦心、そして緑はタルムゴイフと、レガシー2マナ四天王と呼ばれるカードが昔からあったんですが、まあ、赤だけしっくりくるカードがありませんでした。しかし一躍赤最強の2マナとして登場したのがこの若きグレンジ術師。レガシーやヴィンテージでは渦巻く知識やシアンといった優秀なインスタントソーサリーがたくさん使える環境なので、一旦にトークンをばらまくのもお手の物。除去しなければ即座に盤面がトークンの山で埋め尽くされてしまうという驚異の展開力を持ったカードです。ちなみにこのカード、先ほど挙げたクリーチャーの中では唯一のアンコモン。最近は戦慄宗の秘技術師が注目されていて、まあ、来年には赤の最強クリーチャーの座を明け渡しているかもしれません。そして鳥を飾る赤のカードはやはり稲妻。たった1枚で好きな対象に3点ダメージ、まさしく火力呪文の元祖、赤の象徴ともいえる存在です。タフネス3までのクリーチャーは即座に除去ができますし、まあ、プレイヤーを直接狙ったり、もちろんプレインズウォーカーもターゲットにできますので、いつ引いても無駄になりません。稲妻があるがゆえに、まあ、クリーチャーの評価基準として稲妻を一発耐えられるタフネスを持っているかというのが大きく関わってきます。まあ、現在では調整版として1マナ2点のショックが収録されていますが、まあ、これでもスタンダードでは現役で使われています。その他稲妻の足は驚くほどたくさん作られています。そのほとんどが稲妻の解雇感であることから、いかに強かったか分かったんじゃないかなと思います。マジック黎明期から現在にわたるまで愛用されているシンプルで赤らしい、まさに原点
と言えるカードがこの稲妻というカードです。というわけで赤のベストカード5選いかがでしたでしょうか。もちろんね、まあ、今回も入ってないカードあるやんっていうのがあると思うので、ぜひそちらの方コメントの方よろしくお願いいたします。というわけで今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。それではまた。